私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。注目度は第5以上。嵐、櫻井翔。完璧な結婚発表で永田町での評価が急上昇。第100代総理大臣となった自民党の岸田文雄氏が衆議院選挙を10月31日に投開票の日程で行うことを決めた。選挙となれば、毎回注目を浴びるのがタレント候補。すでに元タレントの森下千里氏が自民党から出馬したい意向を明らかにしているが、現状では大物の参戦は聞かれていない。政界転身説の常連なのが菊池桃子、醍醐、菊川怜の3人です。とりわけ故竹下の護岸首相を祖父、先日亡くなった竹下亘衆院議員を大叔父に持つ醍醐は、島根で築き上げた竹下王国の後継者として、地元では出馬を期待する声は大きい。しかし、この10月から朝の情報番組ZIP!日本テレビ系の木曜パーソナリティに就任したことで、島根県民はがっくりと肩を落としています。スポーツ紙記者。少なくとも今回の総選挙には出る可能性がなくなったわけだが、好感度抜群で出れば当選確実の醍醐だけに今後も待望論は尽きないだろう。一方、その醍醐以上に政界転身を熱望されている人物がいる。先日、相葉雅紀と一緒に結婚発表をした嵐の櫻井翔だ。櫻井は10月4日、月曜キャスターとしてレギュラー出演している報道番組ニュースゼロ、日本テレビ系で自身の結婚報告をしたが、その報告の内容が見事と絶賛され、これまで以上に永田町での注目度が高まっているという。櫻井が結婚を発表したのは9月28日のこと。その前日にゼロに出演していたため、メインキャスターの有働由美子から櫻井さん、驚きすぎて、言ってよ、って身もだえちゃいました。おめでとうございますと祝福されると、櫻井は申し訳ございませんでした。事前にお伝えしてしまうと、嘘をついたり、口止めしたりすることを強いると思って、言えませんでしたと釈明。また櫻井は、今まで応援してくださった方、そのすべての皆さんがすべてを受け入れてくださっているわけじゃないというのは理解しています。改めて応援していただけるよう、精一杯取り組んでいきたいと思いますとファンに向けてのコメントもしているのですが、この報告の仕方が全方位への配慮ができていると政界関係者をうならせていました。テレビ関係者。結婚の仕方、発表のタイミング、報告を含めてすべてが完璧で、櫻井株は上がりっぱなし。永田町界隈では、受け答えが素晴らしいと改めて高評価されています。報道キャスターを務めている櫻井は、自民党の小泉進次郎議員との交流もあり、政治に興味があるのは間違いない。さすがに今回の総選挙で彼を単語なんて人はいませんが、得難い人材としてマークされています。前室、テレビ関係者。7日放送の櫻井、有吉座夜会、TBSK。では MC の有吉弘行から、ゲストの高橋みなみと共に政界転身説をいじられていた櫻井。結婚を機にセカンドキャリアを模索しているであろう彼の選択肢に、政治家があるのか気になるところだ。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。